神作が過ぎてやばい。皆さんこんにちは、夢蔵です。今回は五等分の花嫁第2期のね1話が放送されたということで、それについてちょっと語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想、考察、ネタバレ、たまにゲーム配信などもしております。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、早速語っていきたいんですけども、ほんとね、作画がマジでねえぐい。もうめっちゃ綺麗。もう一期のね、五等分の花嫁。一期でも十分可愛かった。可愛かったんだけどね、さらに可愛くなってね、まあ、ちょっと原作寄りな感じになったかな。ちょっと、濃いタッチからちょっと薄いタッチで明るく、なんか柔らかくなったような感じですかね、イメージ的に言うと。で、そんなさ、もう可愛すぎる五つ子たちの1話のシーン。10選、今日はねちょっと語っていきたいと思います。もうね、まず一つ目、風太郎の、見舞いに来たイチカのね足を組むシーン。もうねあれやばいって。もうちょっとね切れたもん、逆にエロすぎて切れちゃったもんね。逆に俺はって言って一人ではって言って巻き戻したもんね。無言で巻き戻して一時停止をしまくって、もう絶対みんなやったでしょ、絶対やったから、俺分かるから、みんな絶対やってるから、これ、男なら絶対にやってる。でもうさやばかったよね。もういちかもう好きまたいちかが好きになった、まあ、正直俺いちかが一番好きなんだけども、なおさらねいちかがもっと好きになった、で2個目、いちかとそのミクが風太郎にパンをあーんってするシーン最高だったね。もうそのミクがちょっとご飯だったら私は作るよみたいなこと言ってさ、で、いいじゃああんしてこうパン食べなみたいな感じでパンをあんするんで、それでいちかも負けじとさ風太郎にパンあんってするのね。そこのね2人からあんってされるあの2人の優しい表情ね、いやー可愛すぎるでしょ。で次、ゴリ時代の5つ子ね、昔話に出てきたあのセンター分けの誰かまだ分かんないあのロリ時代の5つ子、あれも可愛いね。子供の時から可愛いね、この5つ子たちは。もうその小さい時はみんな同じ髪型同じ体型、まあ同じだけは今も同じなんだけど、同じ髪型同じ表情みたいな全てが同じだったんだよね。だから本当に分かんない、未だに分かんない。俺もちょっとまだ、漫画読んでないので、本当誰があの子だったのかっていうのも、すごい未だにうーんってなってる一かだったら嬉しいなって思ってるぐらいで、まだわからない、で次、見つめ返されるとテルル、いつき、この入院してて昔話を語り終わった時かなに、風太郎に見つめられてちょっと見ないでみたいな感じでちょっと照れてるいつき、かわいい。なんかこう自分からちょっと行っちゃうとこガンガン行く時もあるんだけど、なんかやり返されるとこう弱いみたいなね、そんな感じのいつき、かわいいね。で次、これもエッチだったね、風呂上がるシーンね、エッチだったね。体は確かに同じかもしれない、みんなでも反応とかは人それぞれ違うからね、あれはいちかだったからこその反応、最高でした。でその次、一つ結びにした五つ子ね、もうみんなが同じ髪型にしろみたいに言ってるけど、あのよく見ないと分かんないやつねもう髪の長さ違いすぎてさ、髪型前髪全然違うからみんな、パッと見違うじゃんって思うけど、結び方は、同じ一つ結びの五つ子ちゃんたちなんですけど、もうね可愛いのよ、どんな髪型してもね可愛い、本当に。次、変態と罵る2の可愛いね、なんか可愛かった、作画がすごい本当いいからさ、ああいう2のの罵る表情、あれもちょっと可愛いって思えてしまった。もう病気かもしれない次、あとね、風太郎なら見せてもいいよっていうね、ちょ押し倒されてあのソファーに横になってるミクちゃん、あれエロすぎませんか。タイツもいいよね、ミクのタイツはさ一気からちょっとみんなにね、もうみんなの心をわしづかみにしたキャラ、それがまずミクだったと思う、みんなの初恋の相手はミクだと思うんで、五等分の花嫁って最初に見た人は全員ミクが好きになると思うんだけど、そのミクのねまたその素晴らしいタイツ、その表情もう最高だったね。
またありがとうございました。うん、で次、ほぼ全裸で、テストをしてる一花。もう急いで、準備したから髪の毛は短くて、すぐ乾いてからよかったんだけど、服はねあんまりこの多分かぶっただけだと思う。だからワンチャン全裸下ワンチャン全裸、まあ、パンツぐらい履いてるかもしれないけど、多分ブラしてないね、あの様子だと。そんななのにさ、こうさ髪を普通に平然と座ってテストして、そこの高太郎にテスト用紙を入ってこう軽やかに渡したりする。もうね、その後の高太郎にこの頭の上にテスト返されてひゃみたいな表情、女の子らしい仕草をする、もう最高ですよ。一花が好きすぎて、五等分とか兄弟とか言ってるから、ほとんど一花の話しかしてない大丈夫かな。で最後は、いつきと間違えられてめくれるみくちゃん。ふーって、もうふーたろわざとやってんでしょ、ふーたろなんか知らないみたいな感じでやってる。もう可愛いんですよ本当に。もうなんかちょっと酸欠になってきたわマジでまあそんな感じで、はい、以上10選でした、いかがだったでしょうか。多分みんな同じだと思うよ、同じようなとこで、こうキュンキュンとしたと思います。ぜひね皆さんのね、ここが良かった、ここがもうエチチチチってなったっていうところをね、ぜひぜひ熱く語り合いたいのでコメント欄に、書いてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバイ。